どうも、朝練のさきです。りょうです。よっけです。演奏会終わりましたね。終わりました。今は楽しかった。まだ余韻が残って、翌日なんですけど、まだ余韻が残ってて、もう3人で喋るたびに、よかったよね、楽しかったよね、幸せだったよね、ずーっと言ってます。眠ったお越しいただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございました。本当幸せでしたね。これも持ってるんですけど、視聴者さんがフラワースタンドを会場に送ってくださって、全部はねそのままは持ち帰れないから、ちょっとだけ持って帰ってきたんですけど、ありがとうございました。本当に会場が華やかになって、でそこでたくさん写真も撮って、本当ね、本当嬉しかったです。もうびっくりしました。1個あるだけでね、もう半パって同じこと言った、華やかになったよね。なった本当すごい、もう本当幸せ者です。嬉しかったな。いや、ね、本当演奏会本当良かったんですよ。やっぱり語彙力失ってもう何も言えてない。なんかね、達成感とまた違って、ね、もうなんかね、幸せすぎてずっとふわふわしてる。なんかね、高校生の部活がすごい楽しくって、その高校3年 の、 その卒業式の後の3月にミュージカルをやったんですけど、なんかそれ以来かもしれない、なんかこういう感じ、すごい。なんかさ、普通の合唱団とかってやっぱりなんだろうな、指揮者の先生がいたりとか、なんかパートリーダーがいて、なんか団内まとめてる人がいてとか、どうしてもなんか組織の中で向かっていくと、ちょっとなんかお客さんとこうすぐ近いというよりは、なんかこうフィルターがかかるような感じもあるんですけど、で今回は本当にダイレクトにこうお客さんとつながった感じもあるし、本当に自分たちが頑張ってこう用意したものをこうそのまま、なんだろう、先生の評価とか、パーリーどう思ってるかなとか、メンバーどうかなとかっていうことは考えずに、本当にお客さんどうなのかなっていう風にできて、で本当にね、客席もあったかくて、そうなの、いや、やばかった。そうなの、なんかこう自然と、なんだろうな、溶け込めて会場の空気に、不思議とね、緊張もねそんなにしなかったんですよ。そうそう、最初ちょっとだけしたんですけど、そうで歌い慣れて、そうなんかね、本当になんとかな、 ただいまじゃないけど、ホームでしたね。そう、本当にホームで、なんか変な緊張もなくリラックスして歌えて、本当幸せです。本当にね、びっくりした、魔法がかかってたような感じがします。お風呂入ってるみたいだった、そうくつろぎすぎもう今日も朝起きてからもずっと昨日の曲を歌ってやって、昨日の今日元気なんですよ。今日ですよ。昨日もね、7時半ぐらいまで飲んで、そう、ちなみに朝のですよ、朝のやったんですけど、朝のですよ。僕は3時ぐらいに力尽きて、でどうやら7時半まで元気だったらしいんですけど、りょうくん力尽きてはいないね、力尽きてたんですけど、もう半目でなんか歌ってるからハモんなきゃいけないと思って薄目でハモってました、もう本当楽しかった。でなんか朝急に泣き出すっていう、本当幸せって言って朝泣き出して、喜怒哀楽が激しいのよ。そうそうそう。ちょっとね、アドレナリンがもう出過ぎてて、ちょっと脳みそが今バグってるんですけど、本当幸せでした。本当幸せでした。本当なんか思ったより本当いい演奏もできて、本当幸せちょっと僕の大々的に間違っちゃったところがあって、そこだけね悔いなんですけど、まあもうお相手でそういうもんですよ、ね、私もいろいろ間違えた、なんかやっぱり等身大の3人をなんかもうぶつけるって感じでの演奏会できたから、すごい良かったなって。よかった、もっと喋っていいよ。いや、でもやっぱり、その朝練結成して5年目にして5年目にして、やっとファーストコンサートってことで、やっぱりこの3人じゃなかったらできなかったなって思うと、こう準備の段階からすごい楽しかったなって思うし、やっぱ結構大変な部分とか、やっぱ取りこぼしとかもやっぱ当日にもね、いろいろあったけど、そうそう、当日ね、なんか
ね、ね、あのなんだっけ、お客さんも結構ロビーでねぎゅうぎゅうできっと待っていただいたと思うんですけど、なんかタイムスケジュール引くの間違えちゃって ね、ちょっとね勘違いしちゃってなんか6時開演なのに なぜか6時半だと思ってたんですね。そう最初、あ、違う、そう違う、逆6時半ホール側に伝えてたのと、そうそう、私たちの認識が違った。そうそう、でなんかタイムスケジュール見たら一番最初に会場をなんだっけ6時開演6時半ってなってるのに、うん、1して入り6時時空をね言われちゃったんだよな逆にタイムトラベルしてましたね。そうどうしてだろうと、こんなに長い間やっていて、うん、確認したはずなのに、そうそうそう、何が起きたんだろうと。そうだから本当にホールでのね合わせできなくて、ね、本当にサクサクってやって、そう、サクサクどころじゃないよ、シュよ、シュッ、うん、シュッってやって、うん、シュッってやって、まあ、もう会場ですってなって、そうそうそう、わーってバミリしかしてないんじゃないの、5分くらいしかなかったよね。そう、うん、でも5分であれだけ頑張れたのはすごい ね、やっぱ日頃頑張ってたから練習、うん、信じられたねみんな、うん、いやそれこそやっぱ本番ってリハあってなんぼじゃないですか、うん、なんかリハでピアノと歌のバランスとか、うん、そういうのとかをしっかり綿密にやってこそ演奏会に臨むっていうのが本来なんですけど、そう、ね、朝練はもう最大効率を測ってもうピアノ合わせも2分冒頭の何20小節とかだけでしたよね。いやすごかったな。でもお客さん今回この T シャツとかタオルとかタオルいなくなった、登場し、戻ってきた、タオルとかね、グッズ作ったんですけど、お客さんね、手元にタオル手を振ってくれて、そうね、幸せだったよね、うん、すごかった、すごいことが起きたね、うん、いやでもなんか来てくれるお客さんみんながあったかい演奏会だったとか、また機会ですとか、次の演奏会いつですかとか、そういう温かいコメントしかなくて、うん、もう感無量でしたね。そうですね、うん、演奏会終わってからも1時間近く、そう、ずっとね来てくださった方とお話しさせていただいて、30分間違えたからね、うん、そう、余裕があった余裕があった時間がないからアンコールないよって言ってるのに、余裕があったのは時間間違えちゃったから、うん本当だよね、でも雨降って時固まるって言うとね、良かったですね、うん、アンコールないのにロビーコールめっちゃいるやんみたいなめっちゃ長いやんっていう、そう、その事情がね、あったね、うん、いやね、お届けしたい曲とかもいっぱいあったけど、他にもでももう選びに選んで、うん、今回はやっぱこの5年間のこれまでとこれからの朝練を感じてほしいっていうので、本当にこの5年、最初結成して綾乃ちゃんと頑張ってて、でまあずっとね森田さんが近くで見てくれて出演してくれてっていうとことで、ヨッケさん入ってっていう、なんかそこのねストーリーもね、うん、組み込みながらの演奏会でした、うんうん、ね今の朝練を提示してでのんちゃんでヨッケさん一回入ってもらってみたいな、そういう流れがこう歴史を感じたよね、そのプログラムで、うん、そうそうそう本当にね、ザ合唱曲もあればポップスアレンジもあれば、うん、本当に奇抜な衣装で振り付けをしながらみたいな、本当に朝練の魅力をギュッと凝縮したようなね、うん、そんな感じでしたね。自分たちらしい演奏会ができても、そうそうそう、大満足、うん、でもね、さっきさ、りょうくんにさ、ハイライト いいシーン何、うん、みたいな聞かれても全部って言ったけど、で以降やっぱなんだっけ、曲を振ってどんな時もじゃーんって始まる、あのヒロさんの入りは強かったな、あれすごかったよね、うんうん、いやあれは神がかってた。いやぜひあの演奏会の前編を一応見ていただけるようにデータでね有料販売をする予定なので、もうぜひ見てほしい、その流れ含めて、うん、最強にいい、やばい、なんかもう前向こうって感じするもんね、ヒロさんって、どんな時もが特にね秀逸だったね、うん、本当に他もそうなんだけど、やっぱよかったな、そう、
僕はやっぱクイズ大会見てほしいですね。クイズ大会も。クイズ大会、りょうくんがすごいもう神がかってて、うん、降ってきたね、あれは。うん、いや、降ってないんですけど。いや、降ってきた。素ですよ。すごかったよ。うん、すごかった。すごいんですよ。なんか、うん、こう、グーチョキパーで、こう、三択問題を出したんですけど、せーの、バーって言っちゃったんですよ。で、答えはグーっていう。2回間違えてた、あの3時間で。そう、すごかった。いろいろ間違えちゃった、ね。間違えちゃったの、ね、もう、奇跡だなと思って。すごかったですね。あれステージ上にいながらして、感心しました。みんなこけって、ね。そうそう。何やねんって。うん、すごかった。そうそう、そうなんですよ。すごい、じゃんけんであんだけボケられるんだなと思って。じゃんけんしてないけどね。してないわ。まだ、余裕が残ってるかもしれないですね。ボケる余地あるんだね、まだ。まだ、すごい。ほんとだね。うん、まだ。ボケ足りない。うん。ヨッケさんの良かったシーンは何ですか？僕良かったシーンは全部良かったんだけど、でもなんか。特にここ聞いてほしいみたいな。あ、そうね。うん、ここ聞いてほしいところは、なんか僕一番印象残っちゃってるのが、うん、最後終わった後にそのファンの皆さんというか視聴者さんとの話をしたところかな、うん、なるほど。僕がなんかあんまりそういうのなかったから。あ、そうかも。あ、そう、そうか、そうか、そうか、そうですよね、うん、そうなの。そうですよね。そうなくて、ハルコンとかもそんなにお客さんいないコロナでタイミングだったから。そうそうそう、だったから、もちろん演奏会全部もう本当に全力出し切ったし、すごい全部印象残ってるんですけど、なんかこう具現化したなとか、実際に本当にこういう人たちに支えられてんだな、応援されてんだなっていうのを直で、うん、味わって体験して、うん、たくさん写真も撮ってたくさんお話もしてっていうので、うん、ああなるほどと、これが朝練なんだなっていうところですね、なんか感激しながら改めてこう実感したというかね。本当視聴者さんに育ててもらってますよね、うん、こうして私たちなりに朝練の演奏会ってこれですっていうものを用意して、そこに対して本当になんかあったかい反応をいただけるから、うん、この方向で行こうって、うん、もっと頑張ろうってなれるから、本当にね育てていただいてます。あと嬉しかったのが、関西から来られて、うん、ゴールデンウィークの東京の旅行の予定を朝練メインでっていう方がいらっしゃって、それはすごいことだよね。すごい、すごいことです。すごい、いや、すごいよ。本当すごいよね。信じられない。すごいよね。本当になんか手売りじゃなくてさ、あの朝練の演奏会を視聴者さんがチケット買って来てくれて、グッズも買ってくれ、すごいですよね、うん、すごい愛されている。なんかさ、お母さん来てってさ、写真撮っててくれてたんですけど、うん、お母さんがなんかサキさんを産んでくれてありがとうっていう。すごいことが起きてると思って、ルーツに感謝。すごいよね、びっくりした。そうそうそう、いやでも当日のサキちゃんはめっちゃ可愛かったよ。ありがとう、うん、仕上げてたから、ね、髪の毛のツヤがもうツヤツヤで、マジあの髪の CM かと思うぐらい。映像見たらわかるんですけど、なんかこう白反射してて白く見えるじゃん。その面積の方が多いの。白い面積の方が多いの。変身しまったところじゃない。わかるじゃない。なんかもう光ってる。シャンプーハットぐらい。すごかった。シャンプーハットって。もうガーって。ここそう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 。天使のシャンプーハットぐらい。シャンプーハットぐらい。そうなんですよ。キラッキラで、ワンピースも可愛いし、うん、うん、運命の出会いの、そう、衣装にもね、注目していただけたらなって思います。うん、これもね、良かったよね、最後これ。そう、これ、うん、そう、すごい良かったんですよ、ね、どうですか？これだっけ、動画では説明してないんだっけ、説明する、このコンセプト。そうですね、これあの、カメさんは今陸に立ってますけど、実は陸亀さんでもあり、海亀さんでもあるカメさんで、私たちこう5年間コツコツと毎週配信を続けてきた、それをこうリクガメさんで表してて、でプラスそのあんまり自分たちがショーこれまでいろいろしてきたけど、そこにあんまりとらわれずに自分たちに合った活動ってなんだろうって考えていく自由さをウミガメさんで表してまして、でこのね、これからも山あり谷あり
で天気もいろんな天気があるけど自分たちの道を作って歩き続けていくよっていうデザイナーさんに作ってもらったなんだっけコンセプトビジュアルです。はい、超いい。そう、素敵だよね。本当に私たちのなんでしょう、特徴とこれからこれまでいろいろ感じられるね。はい、すごい深い。これがあるから未来が見えるもん。そう、今後の朝練の、うん、これぞデザインっていうことですよね、うん、これぞデザイン、これぞデザイン。本当すごい匠の技。本当なんかみんなに支えられて、うん、そう、そのさ時間間違っちゃったやつもさもうスタッフたちもとかゲストの人たちがもうみんな協力してサポートしてくれて、普通なんかできないですよね。おいってなるじゃないですか。ごめんなさいちょっと遅くなります遅れますみたいなならず、そうみんな本当にオンスケで、オンスケ勘違い版オンスケで、うん、やってくれたし、ね、そうで、まあ、結構あーやっちゃったなどうしようみたいになってた時にもう切り替えてって、うん、もう歌に集中して大丈夫だから大したことないからねっていう声もかけていただいて、なんかもう本当におかげさま、おかげさまで助けられて、助けられて私たち本当にね幸せだなって、はい、うん、泣きそう思いました。朝に聞くんじゃないかな。でもやっぱりさ、歌ってる時に笑顔をくれるお客様の視聴者さんの顔がやっぱり一番の栄養で、栄養？泣きそう。ね、もうなんか歌っててもうどんどん元気もらうんですよ、うん、なんか自分たちが元気をこう、うん、こう届けようってしてるんですけど逆にもらっちゃってね、すごい嬉しかったな。あと、あの演奏会の時に僕めっちゃ手振ってねって言うんですけど、すっごい恰幅のいい男性がちっちゃいこうやってるんですよ、こうやって、だからもうこうやってやったんですけど、もうなんかそういう年代を問わずこうあったかいなっていうのはすごい嬉しかったな。すごい硬派なんですよ。うん、もう本当なんかいい演奏ができましたよね、うんうん、いい演奏会になったなっていう、うん、いつでしたっけやろうって言い始めたのが、やろうって言い始めたのが11月とかじゃない、10月とか、なんか瀬戸に組んだのが先だったっけ、うん、のはず。そう、なんかあれだよ、うん、ライブしたいよねって話はしてて、まあずっとね、そうそう、ずっとしてて、そしたらなんか瀬戸だけでも組もうよってなって、で瀬戸に組んで、そしたらもうやっちゃおうよって言ってたよ。そうね、でマジでって言ったもん、うん、場所取ったのは確か11月末とかだから、うん、うん、まあでも話が、いや先に上がった気がする。コロナ落ち着きそうなタイミングで演奏会しようよっていう、うん、なんとなくふんわりと話が上がって、うん、ただまあ曲とか実際にできるんだっけみたいな、うん、やっぱり負担も大きいからで、それで曲を考え始めて、で多分2週間ぐらいは過去のいろんな曲を聴いたりとか、あとなんかアイドルのライブをちょっととか、うん、アーティストのライブを見たりとかもしながら、どういう風なストーリーを組もうかな、コンセプトにしようかなっていうのを考えて、でとある日りょうくんが来た時に、本当はなんかの撮影か収録かするタイミングだったんだけど、うん、疲れちゃって確かで、もう歌えなくなっちゃって、じゃあセトリ考えようここでって言って考えたんだよね、うん、で最初はやっぱなかなか決まらなくって、どういう演奏会にしようか、でゲストで綾菜ちゃんと森田さんを呼ぼうとは考えてた中で、いろいろ曲見ながら、まず3人の曲を探そうとするんだけど、あんまりこう思い浮かばなくって、それで綾菜ちゃんのステージじゃあどうしようかなって思って動画振り返ってて、時には昔の話を綾乃ちゃんと2人で歌ってるやつがあって、エモくって、うん、あこれじゃんって思って、時には昔の話を歌って綾乃ちゃんに出てきてもらおうっていうのが決まり、うん、であとはなんだろう、やっぱり昨日の演奏会でもね喋ったけど、なんかいろいろあったんですよ。で5年の振り返りの動画でも、まあ、綾乃ちゃんがいる時に話したいね当時のことっていうことを言ってたけど、それを演奏会で多少触れたいなと思って、うん、
で、そのたまたま朝練の最初の動画がないものねだりっていう曲で、それがぴったりだったから、私たちなんかお互いに求めすぎててないものねだりだったよねって言ってないものねだりやって、で、これからお互い応援してるよね、頑張ろうねってどんな時も歌って終わるって、ここが最初にできたんですよ、うんうん、で、ここができてからはスムーズだったよね、うん、あとはやっぱり最初に私たち3人の歌をしっかり聴いてほしい、うん、で、ゲスト綾乃ちゃん、森田さんしてほしい、で、あと入れたい要素としてはやっぱり視聴者さんに感謝を伝えたい、うん、あとは盛り上がる曲、いつもやってるね、アカペラのやつはやりたい、で、あとは3人のこと、関係性とか朝練のこれからにも触れたいよねって言ってもセトリができたっていうね、そこがスタートで、でもね、我ながらいい、うん、流れを作れたなって、うん、いい流れだったですね、うん、本当にそう思います、うんうん、でもあれですよね、スタートラインっていうのも結構後から決まりましたよね、そうそう、うん、なんか最初は出発とかそういうやつにしたかったんだけど、うん、なんかちょっと硬かったし、あ、本当はあの松下幸先生の出発っていう曲を最後にやりたくて、それで出発ってタイトルの演奏会にしたかったんですけど、あれが4世4人ないとできなくって、ああダメ、できないなって言って、あ、そうか、だから最後の曲明日へはちょっと決まるのに時間がかかって、うん、 うん、その手持ちの曲なるべく負荷を減らしたいから新しい曲は最小限にしようって言って歌った曲の中から結構組み合わせてるんですけど、いろいろ調べて調べて調べて、で、あ、これいいかもね、歌詞合うかもね、うん、さ、このイラストにぴったりな曲なんですよ、うん、たまたまで、その曲を最後に決まりましたね、うん、初めはあれだよね、なんか私たち5周年だから365×なんだっけみたいな1860日目の私たちみたいなタイトルだったんだけど、うんうんうん、まあ、仮ね、うん、仮タイトルね、それもスタートラインっていう、そうそうそう、すごいしっくりきました、うん、スタートライン、うんうん、なんかやっぱりこんなに大きいことをやるから山になっちゃう、で、そこからこうなっていくっていうよりはここがスタートだよって、これからの私たち応援してねって感じにしたかったんですよね、うんうん、そうそうそう、だからその森田さんの第一三章とかすごいメジャーどころを最後に持っていくんじゃなくって、うん、間に挟んで最後は明日へで、こう私たちは頑張っていくぞっていう、こういう終わり方にしたんだよね、なんかね、場合によっては最後に第一三章を前野ちゃんとか含めてみんなで演奏とかっていう形もできるけど、うん、っていうよりはやっぱり3人でこれからも頑張っていくよっていう終わりにしてみました、うん、だから次が気になるぞみたいな、うん、なんかこう壮大なフィナーレっていう感じじゃなくてね、プロローグですね、本当に、そう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 、で、この5年がプロローグだよ、うん、いやあ、でも本当にそういう気持ちがあってなんか本当に今すごくチームとしてもいい状態になったっていうのを振り返り動画でね言ったんですけど、この演奏会を向かうにあたって演奏面の下地がすごく整ったなっていう、なんか私たちの音楽の作り方ってあのいくつかの軸があって、それをなんか組み合わせて演奏に作っていくんですよ。例えば聞こえってあの歌詞フレーズの流れをこう線で書いたものをに従って歌うとか、ボリュームも、フィボナッチ数列を使ってピアノニッシモは1、ピアノは2、メゾピアノは3、メゾフォルテは5、フォルテは8、フォルティッシモは13みたいにこう数字をイメージしながら歌ったりとか、あとは和声か、うん、あの生配信見てくださった方は練習風景生配信プラス2マイナス15とか言ってると思うんで、マイナス15プラス15、プラス15マイナス13とか言ってると思うんですけど、そうやって調整したりとか、あとはキーワード、ここは例えばイントロの最初だったら、うん、毒になるほど甘々しくカビにとかその後は何だったっけ、地球のリズムを感じながらとか、そういうなんかキーワードを決めてって、あ、キラキラみたいな、飛び上がるようにとか、でそこに従ってこう歌っていく、なんかしっかり設計図を作ってそれをあの具現化していきますよっていう作りをしてるんですけど、そこのなんかね、設計図が、設計図を引くためのなんか軸みたいなのがすごいすり合いましたよね、うんうん、あとはその例えば、このコロナ禍の前は
まあ、ある程度時間はあったとしても朝にこう単発的にパンパンパンとこうコスパよく時間の効率よくやっていこうっていうのがまあ多かったですと。でコロナ禍になっちゃうとね、対面で歌えなくって、まあ、家であの自分の声に向き合いつつ、あのまあ LINE のミーティングとかで音声上でちょっといろんな話をしたものの、やっぱりこう、対面でね一緒に歌うってこともなくて、で今回演奏会に向けて僕はあの本当に多く の, その音楽的なところをはい、学びまして、いなくなっちゃった。いやでもすごい成長が著しかったですよね。そうそうそう、なんかそれこそあの成長日記って言って、あのメンバーシップ用にあの自分たちが演奏会でどういうことを頑張るぞっていうことを初めに提案したんですけど、それの一つにあの音楽の役割、アルトとしての役割を意識するっていう理解するっていうのがありましたもんね。ありました、うんうん、本当にそう、あの声の発声の仕方から曲の中でのその役割、ここはどういう機能を果たしているところなんだとかいうところを意識しつつ、本当にそのボリュームの、ね、ところもやっぱりこれ相対的なところなので、3人一緒にいて初めて、ああなるほどねと、時間かけて歌うとこういうことかってなったし、あの聞こえとか、あとその本当にちっちゃい Sのニュアンスとか、うん、S の音のニュアンスとかっていうところでも、うん、あ、やっぱこんなにこだわってたのねっていうのをこうすごい時間かけてかけて、ることで、見えてなかったものが見えた。だからなんかこう、うん、知識としてはきっとこうなんだろうなって知ってたけど、あんまり自分の中ではあの体験が十分じゃなくて、咀嚼できてなくてっていうところを、また二人が諦めずに何度も何度も何度も教えてくれるんですよ。そんなでもないよね。吸収が早かったんですよ。何回もやったこう感じしないですね、うん。忘れちゃったのかもしれないけど。あの一番顕著だったのが大好きだよが、大好きだね。なんかあのね、大好きだよのだよを、私とヨッケさんは大好きよみたいな感じで収めに行ったのね。大好きだよみたいな感じで言ってたの、うん、そんな気持ち悪い大好きではないという。気持ち悪いって言ってない。そんな言わないでしょって。大好きだよ。大好きだよって言わないよね。で言うでしょって思ったのは、僕大好きだよって言ってねえな。日頃。なんかこう告白するような気恥ずかしさが欲しくて、うん、大好きだよ。そういうねみずみずしい感性もね。ああすごいなって思いながら、いやあれすごかったですよね。目から鱗でしたよね。ああ自分って、うん、ちゃんと大好きだよって言ってなかったんだなと理解した。うん、うん、なんか自分の中では歌詞の意味を込めて歌ってるつもりだったけど、その自分が実際に出してる発声ってやっぱこう違うだけで聞こえ方も変わるんだなって。冴えたる例でしたね。あれは冴えたる例でしたね。本当に、そうそうそう。もうみずみずしくて。そうそうそう。大好きだよ。気持ち悪い。今、今、今、どうしたの今の。あんまり聞いたことない種類やってるの今の。私もなんか今日自分がよくわかんないけど。まだ不安だし。まだ不安だし。そうそうそう。あと嬉しかったのは、その今までこう女性のパートを歌うときに結構、なんだろうな、ソプラノっぽいよねみたいなことも言われてたし、でも今思うと確かにそう歌ってた。だけど当時は分からなかった。うんうん、っていうのはそのやっぱ自分の中でチャンネルがあんまりなくて、うん、女性の歌う時はこうだよねっていう風になってたんだけど、うん、今回いろいろ実験もさせてもらって、学ばせてもらった結果、なんかちょっとマイルドに、ね、なってこう、うん、溶け込むようなあの発声みたいなのも少しなんか分かったかなっていう気もしてですね。うんうん、よかったです。それこそのんちゃんとかかなえちゃんとか普段アルト歌ってる人にアルトめっちゃ良かったって言って、うん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 、そう、アルト歌いにアルト良かったって言われる男性ってすごいですよね。いや本当に嬉しかったですね。いや良かった、うんうん、だからね、もっともっと本当に精進しなきゃいけないんですけど、なんかチャレンジして良かったですよね。だってなんかさ、朝のミーティングで私はそれを調整をしたくって、やっぱり声が前に出て、うちはどっちかっていうとなんか今回全体みたいな感じで作ってたから、もう遠近感が違って、でそれを調整したい、でもそれにもしかしたらビブラートがいいかもしれない、これがいいかもしれないって言うんだけど、2人もなんかお呼び越でだって2週間前とか3週間前とかだったもん ね、 そうね、もう調整する時期じゃん、あの世間一般的には、うん、なんだけどまだチャレンジするって言って、
それでまた変わったんですよね。うん、変わった。そう。うん、いや、さまさまです、うん、そう。でもやっぱ一番はね、やっぱりね、この音楽ってこう師匠と弟子がね、こうピアノでも器楽でも歌でもそうだと思うんですけど、こうやっぱこう同じように空間にいて、で先生がこう弾いてくれた歌ってくれたっていうのをその横で聴きながら一緒にやってって、それができたのがやっぱすごい大きくて、なんかこう言語化だけではないところ、うん、でやっぱねそれをやるとさきっちゃんうん、まっあすごいですよ。フレーズの作り方とかもすっごかった。嬉しい。そうだから音取れないけどね。いやまあまあまあそれはもう大丈夫ですよ。でも時間が足りなくて、なんか自分のその音のためる練習がちょっと少なかったなっていうのはね、うん、ちょっと思ってる。いやでも普段の朝練の活動からすると10倍ぐらい丁寧にやったよ。いや本当いい演奏できた。そう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 、大きなミスもなかったし、うん、え歌詞はねいろいろ、それはもうピッチ云々の話じゃないからそうですね。だからあの僕の中ではすごくいい投資というか、なんかこう未来に生きるね、うん、そうそうそう、うん、そう、それでね、うん、話が戻ってくるんですけど、うん、チームもできたし、演奏に向かうためのこう技術の共有みたいなこともできて、やっぱりプロローグだなっていう、うん、でもそう、本当ですね。だから、うん、このチームワークと演奏技術で、うん、これから本当にいろんなことをやっていけるなと思ってます。楽しみ。そう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 、うん、でその一つが会いに行こうキャンペーンっていう、うん、あの皆さん呼んでいただいたところ、日本全国会いに行きます。行きます行きます。歌うのでもいいし、お食事会でもいいし座談会でもいいし、お一人からでも全然、あの詳しくは概要文に多分載せてるので、リンクがあるのでね、読んで、スケジュールさえ会えば日本全国どこでも行きます。はい、ぜひ呼んでください。会いに行きたいです。行きたいです。あとはね、小さめの演奏会みたいなのもたくさんしたいなと思ってて、うんうん、多分今日、昨日か使ったプログラムをこう中心としながら1、2曲ぐらい新しいの入れたりとかしたようなものをいろんなところで歌っていきたいなと思ってます。やりたい、やりたいですね、うん、やりたい、うん、僕どうしよう、僕が頼みたくなってきた。会いに行こうキャンペーンえ、だって僕一人で僕一人で交通費だけ払えば、うん、もう来てくれるんでしょ、うん、もし都内だったら一、うん、人でなんか JR の交通費だけで行けるってことで、うん、来てくれるんでしょ、うん、最高じゃん。どこに来てほしいの？え、ホールとか。ホール、そしたらホール取らなきゃな。ホール取ってくれるの？頑張る。え、でも会いに行こうって、え、もし僕が応募して2人の2世の合唱聞きたいって言ったらどうなんですか？やるんじゃない？場所さえ用意、歌う場所さえ普通にさ、普通にやろうよ。ごめんなさいごめんなさい、分かんなかった今ちょっとね最後まで聞いたけどやっぱり分かんない。参加したさがさ、こっちでいいのよそうだよね、そうだよね。あ、でもお得だなと思って、すごい、うん、ね、なんか都内の人とか特にお得じゃないですか、まあまあ本当に、ね、200円かける3とかで行けちゃうかもしれない、ね、行けちゃうかもしれない、うん、片道100円になってますけど、それあ、やばい、それはあ、ごめん、それはそれは飛ばすとかですよ、それはね、違った飛ばすでも違ったわ乗った瞬間210円だったわ、あの、カット、はいはいはい、絶対カットしないまあでも素敵な企画ですね、そう、会いにぜひ行かせてください。すごい。あとはね、楽譜の出版みたいなところでね、あ、そうそうそう、そう、今日に、まあ、許諾がちょっと取れる取れないがいろいろあるんですが、うん、そのりょうくんが編曲したものを中心にね、うん、あの楽譜ちょっとお譲りくださいっていう声も多かったので、うん、あの細々と、準備を始めていますので、うん、チアスコアですね、うん、そちらの方もぜひチェックしてみてください、うん、ただあれですよ、お分かりいただけると思うんですけど、男性2人なんでそれ用に書いているのでそう、無茶な楽譜もあるし、ね、そう、無茶な楽譜もあるから、うん、それはもうご愛嬌ということで、見てこんなことやってるんだっていうのを見るためにも、うん、あの見るだけでも楽しいんじゃないかなって、うん、そうですね、うん、あと調整してもらっていいしね、うん、あの歌割り、誰がメロディートルを変えたりとかオクターブ変えたりとか、うん、その何、原曲の歌詞とかメロディーとかはもちろん変えられないんですけど、編曲にかかる部分はもう OK ね、
いいよ。変えてほしい。なんて優しい編曲か。ね、みんながね、そうやって楽しんで、もっと合唱を楽しんで、人生を楽しんでほしいなっていう思いもあってのチアスコアっていう名前にしてるので、応援しますよってことですね、うん、なのでみんなが人生を楽しむツールとしてね、楽譜を使ってもらえたら超嬉しいです。はい、うん、だってあれだよ、はじめはピンとこなかったとか、はーって大地さん章の最後のあーって一緒だけど、手段が頑張って出すとこうね、そうそうそう、え、でもさ、あれをゴリゴリで歌ったのも聞いてみたい、森田さんね、はじめはピンとこなかったでもいいし、テノールのゴリゴリでもいいし、 う、 確かに、うちらふんわり作ってみた、そうそうそう、あやのちゃんとだし、うん、ゴリゴリに歌ったのも聞いてみたい。なんか今もっとでさ、例えば会いに行きますキャンペーンでさ、うん、チアスコアの楽譜練習して、うん、そこに私たちも一緒にこう歌うとかもできる、うんうん、全然、ね、全然できますね。し、あの、自分たちが練習してる曲を朝練と一緒に歌うとかって使ってもらって、うん、うん、ああ、なるほど ね、 ね、それすごいね、そう、面白いね、何でもできるじゃん、何でもできる、うん、なんかうちらあの指導者じゃないから専門的な指導はできないんですけど、一緒に歌って楽しもうとか、う、私たちはこういう風に作ってるよっていうところを紹介することぐらいはできるかなと思ってます。え、めっちゃいいじゃんこれ、いろんな可能性がありますね、うん、なんじゃこれって、ね、企画しておいて、うんうん、これ結構本当に楽しいよね、うん、めっちゃワクワクして、なんかワクワクしてきました、うんうん、呼んでいただいて、そうそうそう、ね、なんかもう皆さんからの、うん、こんな面白いことを思いついちゃったんだけどどうすかみたいな感じで、あーなるほど ね、うん、一緒に演奏会してもいいかもしれない、ね、そうそう、全然もいいかもしれない、うん、自分たちの演奏会のなんか間の15分だけ歌ってくださいとか、うん、そんなのも全然あり、うん、すごい前座みたいな、これはなんか面白いですね、うん、そうなると、うん、うまく使ってください、うん、ということで ね、これは今考えてることだけど、多分これからもいろいろ思いついて、うん、いろんなことをちょっとねやっていきたいなと思ってますので、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。